だから俺は逆にいいなと思ったけど、試合見てこれはやめようと思ったよ。かわいいの、まあ草薙も頑張ったんだろうけど、か犠牲者っていうか、歴史のなんかこれを作るためにやってくれ、大変だよ、あれについては。いやすげえなと思うよ。ただ負けただけじゃなくて、あの結構やられ方もひどかった。いやこんなことは、で確か俺病院行ってね、引くよ2日3日ね、吐き続けてたんだあれ。いやだってまだあんな風に殴られるってことない時代だもん。吐いてて、もうあの吐くもなくて、なんかね青か緑色のね、なんか唾液まで。そうだから、ほら今だったらさ、グラウンドでもこうガードとかちゃんと練習するじゃん、打つの難しいじゃん、今みんな上手やから。そんな練習技術もしないし、知らないんだもん。だからこうって打たれるしかないじゃん、頑張るしかねえじゃん。でなんかのリングに何度か落ちた時に、はい、ほんのひょいっとしたぐらいのリングの角でパッてね、あの肋骨やっちゃったんですよ、肋軟骨で。後でビデオ見るとそんなボンって当たってないんだよ、軽くスッて入っただけで、多分力抜いた時に入っちゃったんだよね。でそれすんごい痛かったんですよ。でそれがもう知れてうわって、もうそれでなんかもうあの痛みもそれこらえながらやったっていうのはちょっと記憶にあるんですよね、あれ。だって今でも本当にガードとかと誰も使ってない時代だからね。すごい時代でしたね。もう分かるじゃん、もう。とそんで相手はさ、オランダのさ、やっぱこれが強いって、もう来るじゃん、ロブルダン。そりゃ大変だよ。近所のさ、ここに今ね、格闘技やってる人がったらそうなっちゃうじゃん。その後、多分何年か後にヤン・ロムルダと再戦されてますよね。はいはいはい、何年後？ 3 年後。3年後。3年後。よう覚えてんな、すげえな。それはやったの覚えてるけど、何年後か。それは、シュートのリング。バリジャパだっけ？いや、バリジャパ。バリジャパ、97。97。じゃあこれ、ホイロに首絞められた後や。うん、97って誰がやったのですか？ルミナとジョン・ルイスもあの再戦して、辰巳とホークと。エンセンと、シャムロック、ケインじゃなくて、なんだっけ、フランク・シャムロック、ね、うん、それがメインで、でマッハも確か、なんか、やって、あれはドローだったのかな、あれ確か、うん、あれそう、なんか、シュートボクシングの選手でしたね。あの時はあれだもんね、シュート、そこそこ強いの呼んでたから。確か、川口さん、ロムルダとやって、勝ちましたよね。まあ、ね、どう、その試合はどうでした？いや、もう、最初はもう勝つ、ただ勝つんじゃなくて、はい、もうとにかくもう3ラウンドまでやって痛ぶってやろうって、そっちの方それから勝つんだってことだったから、だから試合内容は全然面白くないんですよ、俺が見てても面白くないから。で客もやっぱブーブー言い始めたんだけど、セコンドにとにかく細かく時間を言えと、でそれによって動きやるからって。で1ラウンド目は最後のラスト1分、ラスト30秒ははっきり聞こえるように言ってくれて、その時に、はい、ラスト1分から30秒かなんかで確か俺10時に入ったんだよね、はい、うん、だけど体からして多分持っていってもこれ跳ね返したらちょっとイメージもあったから、やっぱ跳ね返しちゃった、はい、で2ラウンド目はまあそれを継続して殴ってて、で3ラウンド見てもう4分か3分ぐらいで決めようっていうのもそれも頭にあったんで、はい、まあ、計算通りといえば計算通り、相当余裕があったんですね、3年準備した、まあ、3年間、まあそうですね、はいはいはい、だからもう戦い方としては地味だけど、はい、もうあれがもう本当のバリトゥードの戦い方なのかなと、はい、あでもまだ俺なんかもやった時もそうだけど、あの時のバリトゥードパンとかって、うん、もう勝ち行かなきゃいけねえから、うん、それお客さんのことを考えてる時代じゃないよね、もっとね、そうもっと、まあ、あと技術の幅もまだ狭いんでやっぱみんなその中でやんなきゃいけねえから、うん、客つまんない、無視し、いかねえとファイターバージャパン94で95、96、まあ、97って、うん、この辺りっていうのは1年1年全然違いますよね、全然違って、それはみんなそれを経験して次に生かそうってことの連続で、はい、でやっぱ良かったのは、絶対今でも思うのは、あれなんかも負けてばっかりいたけど、絶対とにかく俺も要求したのは世界の一番強いだけ やつだけ呼んでこいと、で逃げないで真正面からぶつかって次の年に行ったから成長できたんだと思う、やっぱりそれだけは、大体みんな偉い目に遭うんだけど逃げなかったから、そうです、ね、やっぱだからそれをみんなに還元できてたとは思うよね、嘘は言わずに実際問題それぞれの結構一番ヤバいやつ呼んできてたんでだから可愛いんだってね、あれだよ、やっぱ対オランダのやりをやっぱちゃんと完封できるようになったもんね、これすごいですよね、だから内容違うもんね、もう全然みんな名前か、内容このぐらいからでもシュートのルールもだいぶ変わって、そうだね、バリトゥードと
ほぼ同じ。だから名前もバルトでアクセスとか名前にして、あとフリースタイルとジェネラルって2つやったりしてて、ね、どんどんそれよりこう持っていこうとしたんで、時代がそうなるっていうことで。あとはそのバルトに来た、あそこに金かかるやつ呼ぶんで、はい、そいつをどうシュートに還元するかと、定期普通の試合にってことをどんどん持っていくように。あのルールの変更ちょっとずつ変えていったのは、もうもちろんサイマさんいないじゃないですか。え、ウルーの件サイマさんだよ。だって俺がプロデューサーでやってる時やから。そうなんですか。サイマさんがだから JR とかも、まあ、だからダブルでやって、サイマさんはこうなるってことで徐々にこう持ってこうで、サイマさんもう根本的にはサイマさんだよ。だってサイマさんの試合じゃなきゃ動けない。バルトジャパンのいつまでサイマさんは、だから96年の俺の 7日。じゃあ7の時はもう いなかったんですね。川口さんがロムルダとやった時はもういない。97年の時はもう再選組になる。本当俺のその試合の時までしか佐山さんいなくて、やっぱその石津で作ったのやっぱ佐山さんのずっとそういう考え方だってむちゃくちゃ本当佐山さんがあの時ってね、あのバレットで入れる時だって本当にみんなっていうか何人かは佐山さんに反旗翻して、これはシューティングじゃないって出てったやついるんだから、佐山さんの英断がなかったらそういう時代にならなかったんだから、みんなまあ それぞれの判断がどれがいいか分かんないけどね、今は結構言葉を翻してカッコつけてるやついるけど、逃げたやついるんで。それで辞めちゃっても来なかった人もいるんですかね。ルールが変わってしまって、もう本当に辞めてしまって復活も。もう誰が誰っていうのは難しいけど、やっぱいる。ルール変わったから辞めようっていう人も。いや、ルール変わったっていうか、まあ要するにまあ桜代表とかもこれなんかでもそうなんだけど、今までのルールのチャンピオンだったから、はい、だからそれをやっぱちょっと変わったらまた違うんじゃないかなっていうふうにも。まあそれは、うん、いやそれは俺も思ってたよ。本人でも思う。どう、うん、だってまあね、いきなり柔道からわけのわかんない人、うん、あのねバドミントンルールされたらどうしようかなと思うでしょ。チャンピオンだけどどうしようかな。でもそれ見せちゃいけねえし、やるしかねえってことだよね。やっぱそれが嘘じゃなくて、逃げる暇がなかったってことかもしれないもん。そして佐山さんが俺には言ってきたの、前も言ったけど、時代は絶対こうなるからってことを信じるしかないよね、それは。まあけどそのバリトゥールが入ってきたから、やっぱり今こういう総合格闘技がやっぱ普及していったっていうのは間違いないんで、やっぱり。そうですね。まあそこからですよね。そう、あと本当に自分その時代は俺結局5年なんのか、佐山さんの試合プロでやってて、佐山さんが朝日本当バリこのルールワントパンチをルール入れさせろと、時代はこうなるからって俺に本当に一言言ってやらせますって、やっぱあの一言じゃない、あのわっけのわかんない本当にミクロのレベルしか理解できなかった、それをあの人の一言でじゃないかなと思う。やっぱ そういうだから先見の明とか、それは凄まじいと思う。それはあったからやっぱ今ですね。いやなんか多分申し訳ないけど、シュートの件でもほら俺に抗って、まあ違う流れ作ったやつけど、奴らが今佐山さんの下にいたらなんなかったでしょ。佐山さんの下に俺みたいに頭おかしい奴がいたから、行くしかねえで行かしたんだもん。これすごい大事なことだと思う。そういう目が揃ったってこと。もしかしたら他の人だったらなんない、ちょっとやめとこうってなる可能性も。いや間違いなく絶対言うのは、俺の佐山さんの人に俺っていう人間がいたからだと思う。何も考えずに行けーってこうやってあのシングルアップを鳴らしたんで。ただそれであのシュートがなかったら、はい、やっぱあの総合格闘技今日本にはなかったんじゃないかな。いやてか日本じゃないでしょ、うん、世界でしょ。あグレーシー USC とかグレーシーがあったからかもしれないけど、はい、やっぱりだって俺覚えてるのは、エンセンのでさ、俺行ったじゃん、USC 1997年かんちゃう、ロイス・アルジャーってやったやつ。あの時ってほらシュート側が誰も行かねえから、会社に喧嘩あって、なんで行かねえんだよって、ヘビー級チャンピオン行くのによって、誰も行かない、だったら俺が行くからチケット買ってくれ、お金出さない、じゃあ金貸してくれって言ったじゃん。そして俺そこで、あの時はシュートを向こうに紹介しようと思って、ほらオーガスタで行った試合、俺がシュートの英語版ルール作って向こうに持ってったんだもん。そしたら次の大会から UFC もラウンド戦に勝ったんだ。あれ多分読んだはずなんだよ。ちょっと会社が違うけど、アーサー・デイビーだったはずだけど。そして俺 USC さ、その後吉野に何回か行くと、俺に対して「Hey, you are legend」って言ってくるじゃん。やっぱ見てるのよ。聞いたらやっぱ俺なんかのほらあの時何もないから、だからその両方うまくクロスしたと思うんだよね。シュートってものもあって多分何らかの影響あると思うんだよ。それ見てやっぱ USC とかグレイシーの人とか、うまいあれがシュートだけじゃないしね、もちろんね。でもあの時代にああいうことやってたのはシュートだけだけですよ、だけ日本ではだけ、いやてか世界で。
本当はもともとは佐山先生がシューティングをやり始めた時は、はい、異種格闘技はやらないやらない、そうです、このスポーツ性を欠けるからやらない、はい、っていうことだったんですよね。だから他と交流しなかった、うん、シューティング対シューティングのみをやっていく、それなんです。今で言うと MMA ってことなんか総合格闘技、これミックスマーシャルアーツって、はい、やっぱ佐山さんはシュートは総合格闘技であるとは言ってたよね。だからそういう競技であるってことはずっと言ってたと思う。だからシュートの人がシュートはシュートで総合格闘技じゃないとかわけわかんないこと言ってる時、何言ってんだろうと思って、